こんばんばははいえっ、ー、と無事思ったより早くかな終わったんですけどちょっとこれからのタイムスケジュールを考えようかなと思って <laughs> まだ遅れてないからちょっと始めました。この この配信はちょっと早く終わりますそんなに予定にも何も言ってなかったので早めに終わるんですけどえっとそうですねじゃあまず多分二20分くらいかなはい今回この AKB48 のイベントにショールームのイベントに参加することにしました英樹さんにりがはなはい えーっとですね私ショールームイベントはそうですね最後にやったのが2年ほど前になってて <laughs> ずっとでもショールームイベント参加したいなーって私思ってたんですけどいろいろと「ああジョン・マイケン・ジョンマイラブの稽古期間だ」ってなったりとかあんましちょうどね忙しいタイミングでイベントがあることが多くて。 イレギさ新川お花全然参加できなくてで今回も、まあ、毎日1週間ずっと暇ですとか1週間全力でショールームイベントにできますっていうスケジュールではないんですけどまあ楽しくやる分には、まあ、一応今までと比較してできるかなって思ったので思ったのとか他にも参加理由があっていっぱいあるんですけど。 と思ったので今回参加する行動にしたんですけど今日はあんまりスケジュールが見れなくよあの読めなくてちょっとまだ時間が出せてなくて今からちょっと時間を出そうと思うのでちょっとみんなとこの配信で考えたらもうちちょょっっっとととかなと思ってますちょっとこの配信が終わったらちょっとやることを少しやってちょっと今日は9時以降くらいをメインにねやろうかな組もうかなと思ってて。 だから一旦この配信でじ時間だけ決めようかなと思ってるんですけどえっとそうですねまあ8時あ9時だな9時からちょっと12時の間でちょっとタイムスケジュールを組もうかなと今から思ってるんですけどどれがベストですかね9時だったら、まあ、9時から始めて まあ、多分3時間ぶっつづけはより分けた方がいいのかなってなったので45分くらいかな感覚うーん分、ま、かんないちょっともう忘れちゃったどういうふうに組んでたかなんか1時間でそのカウントとかその星集めのがあるんよねえっと何ペアさんとマキエさんありがとう花を今7位らしい一回もまだ今始めたばっかだけどまだ7人しか配信してないのか 福井まであと8万30002時間間隔だともう終わっちゃうね9時でやってん,ん終わっちゃうどういうことだわさっぴさんありがとうアイス。 でも今回のイベントは私もまあこんな感じで、まあ、あんましたくさんその15分ずつとかそこまでのスケジュールは組めなさそうなのでわさっぴさん、ありがとうございすなんか今回は皆さんもなんかすご気を追わずというか気楽にというか,なんか楽しくできたらなと思ってます。だかからなんか ランクインを目指すんですけどなんかピリピリしたりするのはすごい嫌というかなんかこのイベントのせいでなんかファンの方同士ピリピリしちゃったりとかなんか「あ僕は何も役に立たなかった」とかそういうコメントとか来るとすごく嫌な気持ちにな、辛い気持ちになっちゃうので自分も。 楽しくいきたいなとは思ってるんですけど、まあ、せっかくね目指すなら自分のやり方でね目指したいなと思います。高野さん時時半と11時半とで何時間ずつだ1時間間今回はこの配信を通してまあなんか最近本当に自分があんまり何もできてない。 いいいののがちょっっっと辛いなてて思ってたのでこのきっかけにこの1週間はちょっといろんなことにいろんなことにっていうかちょっと挑戦したいことがあってまず今回この雑誌にね出演できるということで「こんばんは」「筋トレをやりたくて <laughs>」「1ヶ月配信の中で筋トレをするので」「1ヶ月じゃない1週間」 ちょっっと体は変わるのかっていう検証をしたりあとはちょっと配信の中で例えばちょっと TikTok をつく投稿をしたりなんかちょっと自分が今までどうしても後回しにしちゃってたこととかをこの配信をきっかけにやりたいっていう気持ちがありますはいそうなんか自分が ずっととやりたいいいなな思がらできていないその今回宇多田初花がうごなんかたい怠惰になってしまってる部分とかが分かりながらもうどうしてもこう動け,な動,動けないこの自分が嫌だったのでこの配信で奮い立たせようっていうのが今回私的の目的ではあるのでなんか YouTube のこの1週間 YouTube1 本上げたいな 1, 1本っていうか一、まあ、本はあの確認とかもあるので,週、まあ、でも編集を終わらせるとかそういうのがちょっと裏目標というか一番はランクインしたいっていうのも目標なんですけど裏目標でちょっと自分の今のこの滞ってる自分をちょっと変えたいというか流れを変えたいなっていうのがあります。 だからなんだろうファンの方の意向とかと違うあれ僕のちょっと想像とじゃが違うって人もいるのかもしれないんですけどちょっとそういう気持ちもあって今回挑戦してるんですっていうこともぜひ知っていただけたらなと思いますなので今回の配信はいろいろ YouTube の編集してみたりとかいろいろとそういうこともしたいなと思っておりますはい でもし3位とかに入って新面に乗れるかもしれないチャンスなのであのその筋トレをしてちょっと体形もねスマートな感じになれるようにちょっと努力したいなと思っています。でまたちょっとこの配信はちょっとこの時間決めれたら満足なんだけどまたその。 3位になったら何をするとかそういうのもね一緒に考えていけたらなと思いますでもそうですね今回は結構時間とかはまとまってやれたら嬉しいなとは思ってますでも朝配信とかはしようと思ってるので朝は私は朝は筋トレをしたいです朝 朝と昼あたりとか夜とか予定がなかったら昼あたり夜に定期的に筋トレ配信とかなんかいろんなことをみんなとやりたいですね。あこの時間は仕事してる人多そうだから一緒に編集しよう配信とかそういうのをしたいなと思ってます。リハートトトッすげえ7万ポイントに縮まってるで今日は今日はだからそれが目的ですね今回特に。 で私はファッション雑誌に出たことがないので、これをきっかけに出れたらなっていう気持ちもたくさんありますので、頑張りたいと思います。スペースーさん、ありがとう、花。でこ、この配信でそう、時間を決めたくて、そうだね、9時。1時間たったら星集めができるようになるんだっけ何分開けるのがベストなんだ何時間やって。 9時9時高野さんありがとう何時間ちょっと今からあのちょっとおご飯を食べたり ちょっと寝るしたくして、十あ、1時間で。あ、じゃあ、15分前に、例えば9時からやるから15分くらい前に、星集めしといてねーって言って45分に終わってで、そっからもう一回15分間で星集めしといてねーって言って、んで、じゃあ9時、次はじゃあ10時から、 でまた10時45分までやってじゃあここで星集めタイム出すので一旦休憩15分ってやって11時から45分あ11時からもう最後までみたいな回りですかこんな感じで大丈夫そうですかってなったらまあそこそこできるかで回りですかさあイベント参加してるんですよ ぜひ応援してくださいありありのありちゃんですかこんな感じの時間でもどうでしょうかいいですかねじゃまあこんな感じでいけたらいいなと思います ミも推しなんもなですすがどうすればいいまあそこはハーマーさんが決める行動ですけどあなたが応援したいと思う方を応援してください是非応援してねーじゃあ今日は今この配信終わったら9時から1回9時から9時45分10時から10時45分11時から12時までやろうと思いますだから今日はそうだね うん今日も三3時間くらいできるんじゃない配信1時間前について教えてね。ああ。なんだっけ、捨て星。捨て星ってなんだっけ。捨て星したら、なんかあれか。あれか。星はもっとゲットできるのか。 一旦これでいきますよ今日は一旦これで行きたいと思いますなんでステップしは配信の四時五分前からじゃあ一旦八時八時十五分くらいにステップシしていただけたらいいのかなぜひこんな感じで 言きましょう。今日は九時から九時四十五分、十時から十時四十五分、十一時から十二時までやりたいと思います。そう、三位内に入ったら私に乗れる。お、六万四千になった。知事に見ました。イェーイ。見出せ、三位内。はい。こんな感じかな。楽しくいきましょう。 ああまあサンリがかわいいありがとうそんな感じかなうん目指せ1位イェイじゃまた9時からの配信は筋トレ配信にしようかあでもさっき一番最初だからえー、っと あのえっとそのハッシュタグとか公約とか考えようかなで10時間の配信は筋トレしたりという感じ体脂肪体脂肪をね減らしたくて私結構でも筋トレしたら結構腹筋とかはすぐ割れるタイプなんですよだからちょっと腹筋がどのくらい割れるのかとか今回やりたいなと思ってますただちょっとね この配信参加するってちょっと決めたりとか、まあ、知って決めたのがもうちょっとあれなんですよね坊ちゃん劇場に出てるので今愛媛なんですよだからちょっと配信環境があんまし配信ができるような感じにするのがちょっと難しいかもだからちょっと今日は試行錯誤しながらやろうと思いますはい そうですねあの TikTok の編集と明日のスケジュールを考えたりとかしようかなと思っておりますで朝はラジオ体操をしたいですよねラジオ体操と朝のストレッチと筋トレしたいですよね <laughs> みんなね体脂肪減らそうウィークですでも意外に一週間でも体って変わるっちゃ変わるよね これからね、ジョン・マイ・ラブの前日大集合もあるから、それまでにちょっと絞りたいです。あとか、あと1ヶ月ないくらいですね。はい、3週間くらいかな。そんな感じかな。この配信は7時25分だったら終わろうかな。最上階層、おたり。朝配信何時からしようかな。でも今回はね、ちょっと刻むと、 多分結構大変だと思うのでみんなも刻むのが一番いいとは思うんだけど刻みすぎるのもあれかなと思うのであのなんだろうめちゃくちゃ刻みすぎないでいこうかなと思ってる結構まとめてではないけどなんかある程度の感覚でいこうかなとは思ってます。今回の配信は 15分配信して次何十分後に「もう一回人ばし何時?」ってなるとちょっと私も、うん、今回は楽しくやりも楽しくをモットーにしたいっていうのはあるのでなんかうんそこまで刻みはしないかもだけどまあ30分くらいの間隔30分ブロックみたいな感じがいいかなと思ってますね。日によるかなでも 二日三日は公演があったりとか、ちょっとその公演終わった後に予定もあったりとかもするから。朝に何時一時間やって。夜にどんどんとか、そうなる川もあるかなとは思います。はい。ちょっと日にはよるかもしれません。まあ一週間という間なんでね、楽しくいきましょうね。 あ,あと今前鉄大集合ぜひ来てください。前鉄大集合の日は私の公演もねこの日にあるので得ですよ。得ですよー。得ですよ,ーですよー。前鉄大集合を見に来てね私がライブしてる姿を見てください。 来ないと公開しちゃうっていうくらい素敵なライブだよ。来ないと公開しちゃうくらい素敵なライブですので、たぶんね、また募集する気がする。あれ、スタッフさんのあれ聞き間違い私。<laughs> まだやるって言ってたの聞き間違いまあ是非、ぜひありましたら来てね。あの、公演の方はまだ募集してると思うので。 あのライブだけ撮ったよって買った場合ね、私の公演も追加で撮っていただけたら嬉しいです。スーさん、ありがとう、花。んーはい、まあそんな感じですかね。じゃあ一旦この配信は終わりますね。こんな感じで。じゃあ次は9時に会いましょう。ランキングを読みます。13位、SL さん。SL さんありがとうございます。12位、猫の奴隷さん。猫の奴隷さんありがとうございます。11位、アメジストさん。あほ、あと 10歳、猫のドレスさん、猫のドレスさん、ありがとうございます。12位、ユーガリンさん、ユーガリンさん、ありがとうございます。11位、千尋さん、千尋さん、ありがとうございます。 10位スノーさん、スノーさん、ありがとうございます。九位、紫モンドさん、紫モンドさん、ありがとうございます。八位、ニシャンさん、ニシャンさん、ありがとうございます。七位、千マさん、千マさん、ありがとうございます。六位、アメジスト、アットマーク、歌団、ハツミタイさん、アメジストさん、ありがとうございます。五位、ヒイラさん、ヒイラさん、ありがとうございます。四位、エスのアンピア、アットマーク、ユエスさん、エスのアンピアさん、ありがとうございます。三位、高菜、アットマーク、歌団、 かったすにはサッピさん、ワサッピさん,あり,ささん,ささんありがとうございます。そして一位はスーさん、スーさんありがとうございます。ということで、じゃあ一旦この八は時間が決めるという目的が達成できたので終わります。それでは9時に会いましょう。また